アルフォンソ・アルバイザは、アメリカ合衆国出身の自動車デザイナーである。フロリダ州マイアミで生まれ育つ。両親はキューバからの移民である。ニューヨークのプラット・インスティチュートを卒業し、デトロイトのカレッジフォー・クリエイティブ・スタディーズにも通った。1988年、北米日産に入社しサンディエゴのデザインチームに加わる。2004年、 日産デザインアメリカのデザインディレクターに任命される。2007年には VP として日産デザインヨーロッパに移ったが、2011年に日産デザインアメリカの VP として帰国した。2012年、日産グローバルデザインのデザインディレクターに任命。2013年4月1日、インフィニティのエグゼクティブデザインディレクターに就任。2016年9月、 アルベーザは家族のルーツを探るべく両親の故郷であるキューバを初めて訪れインフィニティ Q60 でハバナの街を走った。なお、アメリカの新車がキューバで登録されたのは実に58年ぶりの出来事となった。2017年3月14日退任する中村志郎の公認として日産自動車のグローバルデザイン統括担当 SVP に任命。なお、 インフィニティのエグゼクティブデザインディレクターの後任には、BMW から移籍してきたカリムハビブが就任する。アルベーザは現在、厚木市の日産のデザインセンターを拠点としている。ありがとうございます。